釣りです。はい、皆さんこんにちは、茶釣りでございます。今日はね、栃木県の、日光鬼怒川にあります羽根の湯あけびさんに来ております。でこちらのね、温泉が日帰りでも利用できる貸し切り温泉ということでね、かなり風情がある貸し切り温泉だったので、今から突撃していきたいと思います。降りてくんですね。いやー、すごい、こんな森みたいなところの中にあるなんて、すごい素敵ですね。かなり風情がある。いやー、いい音がしてる。こちらがあけびの湯さんです。このようにロビーから出ると全部で10部屋の離れのお部屋があります。私は今回こちらのお部屋です。わっ、素敵。おいしい。うん、すごい草原美茶好きなんですよね。このね、お茶の中でも一番好きかも。よし、あ、そう、こんな感じでちょっと浴衣に着替えました。なんかメガネに合わないね、浴衣だと。よし、なんかこのお部屋がクーラーもあるし冷蔵庫もあるし、もうね、ほんとね、最高なんですよ。なんかゴロンってゆっくりしたくなっちゃうぐらい。
なんか見えてるんじゃないかってすごいドキドキしちゃうね。手ぶれがね、すごい下手すぎるのよ、私。ちょっとね、いつも後から見て、出てたじゃんっていう風に編集するときでね、がっかりする。自分の手ぶれの下手さに。気持ちいい。さっきはすごい晴れててカンカン照りで暑かったんだけど、今はちょっとね曇っちゃってて涼しくて温泉日和です。電車と車どちらも2時間ぐらいでね、都内からも来れる場所にあると思うんですけど、たったの2時間でね、こんな都会の喧騒を忘れれるような場所に来れるなんてすごい嬉しい。お腹空いてきたからさ、ちょっとあっちでさっきおにぎり買ってきたから、それをちょっと食べに行こうかな。そしたら後でこっちのぬる湯の名のちっちゃい陶器風呂の方に入ろう。鮭明太ツナマヨネーズのおにぎりセット、美味しそうじゃない？なんか遠足を思い出すよね。なんかね、唐揚げとかタコウインナーもね入ってるの。なんかこういうのってすごいさ、テンション上がるよね。ちょっと食べよう。なんか温泉って意外と体力使うから、なんかまあもちろん喉も乾くんだけど、結構お腹もねすくんだよね。何食べようかな。よいしょ。こんな感じ。じゃあ私はちょっとこのタコウインナーからいただきます。タコウインナーじゃない、なんだっけこれの、赤ウインナー。うん、うまっ。あ、これちょっと待って、このままでよかったんだ。このおにぎり、これをね、つけたままで手を汚さず食べれるって書いてあったのに、これ取っちゃった意味ないの。じゃあ鮭いただきまーす。うん、最高。めっちゃ美味しい。うん、マイル。あ、こっちの源泉はやっぱりぬるいですね。こっちのヒノキに比べても結構ぬるめです。
ね、船が通るんだよね。なんだ、何してるんだろうね。こっちはかなりぬるめかも。38度ぐらいかな。私は大好きな温度です。よし、じゃあたっぷりおけびの湯さんを満喫したので、今日はそれでようかな。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またね。ありがとうございました。静岡県伊東市にあるペンションを訪れた茶摺り。ここには素敵な南国風の洞窟露天風呂があるという。いざ入ろうとした矢先に待ち受けていたのは、人類にとってあまりにも強大な敵だった。苦悩する茶摺り。しかし時は刻一刻と迫っているのであった。タイムリミットが迫る中、彼女が取った決断とは。次回、女の戦い。この次もサービスサービス。